ですね、金貨ですね。はい、コンビどちらかの恥ずかしい話ということでね、じゃあどっちの話をしますか。どうする、どうしようかな。でもないよね、なんかね、忘れちゃったな。あのね、スイちゃんがね、みごちゃんの恥ずかしい話してあげるね。うん、そうだね、からしょうがないね。あの、スイちゃんがみごちゃんの恥ずかしい話します。はい、お願いします。はい、はい、これはまたほら、シラケングランピングに行った時の話です。やだ、恥ずかしい。もう早く寝て。お風呂にみんなで入りました。お風呂、温泉、温泉だったんです。お風呂、そしたらですね、温泉に浸かる時に、みこちが、わあ温泉だ温泉だ、うわーっとバーン。コケちゃん、コントみたいな、そんなことあるんだ。つるっと滑ってバチャーンって なったっていう、すごい恥ずかしい目を受けておられました。あの一般客もいたんですよ、我々だけじゃなくて。あ、それは恥ずかしい。2人ぐらいね、2人ぐらい。あ、まあでもこれはまあホロメンの間だったらちょっと、まあそれみこち解釈一致だなって感じですけど、確かに一般客にも見られてしまったっていうのは相当に恥ずかしいので、まあ、これは1ポイント、はい、差し上げたいと思います。やった